俳優の堤真一が主演を務め、女優の石田ゆり子と夫婦役で初共演する映画、のぞみの追加キャストとして、俳優の岡田武史、女優の清原果耶らの出演が発表された。合わせて、ティザービジュアルが解禁された。本作は、誰もが羨む理想的な家族の日常が息子の失踪をきっかけに一変するミステリー。堤真一が主人公の一級建築士和人役、石田が妻清美役をそれぞれ演じる。堤幸彦監督がメガホンを取り、脚本は奥寺佑私子が担当する。一級建築士の石川和人、堤真一とフリー構成者の妻高呼び石田は、和人がデザインを手掛けた邸宅で高校生の生子ただしし中3の娘雅と幸せに暮らしていた。冬休みのある晩、ただししは家を出たきり帰らず、連絡すら途絶えてしまう。翌日、同級生が殺害されたというニュースが流れ、警察の調べによると、ただし氏が事件へ関与している可能性が高いという。行方不明者は3人。そのうち犯人と見られる逃走中の少年は2人。息子は犯人なのか、それとももう一人の被害者なのか。岡田が演じるのは、高校生の長男、ただし氏。殺人犯か被害者か、究極の運命を左右する重要な役どころだ。原作のファンだと明かす岡田は、本作について、愛とは、親子とは、人とは、いろんなことを考えさせられる作品です。たとえ、親子であっても子供は、親の所有物ではない。人は孤独でしかない。その中で互いを愛し、愛され合うという儚さ、愛おしさを感じていただけたら幸いですと語っている。清原は長女、雅役。兄を家族として心配しながらも、将来への不安で押しつぶされそうになる妹を演じ、自分がどう生きていけるか、今この状況をどう切り抜けるか。私が演じたのは、本能的にそれをやってのける女の子ですと役の魅力を語る。また、シリアスな内容に反して撮影現場は、和やかだったことを明かし。空き時間に、昨日の晩ご飯何食べた？なんて、たわいもないお話をしたりしたのですが、和やかで温かい、その雰囲気が、いろんな意味で拠り所になっていたようにも思いますと、振り返る。この他、事件の真相を暴くため石川家に巧みに入り込み、独自の取材を進める記者、内藤役を、堤監督とは、映画、イニシエーションラブでタッグを組んだ、松田翔太が演じる。また、事件を捜査する刑事、寺沼役に、加藤正也、清美の母、久美子役に、市毛良枝、そして、和人の取引先である建設会社の社長、高山役で、堤監督作品では、おなじみの劉麗太が出演する。ティザービジュアルでは、幸せそうな石川家のポートレートが映し出される。笑顔で、一杯の家族の中に、一人だけ暗い表情でうつむく、息子の姿。彼は家族に何かを伝えたいのか、それとも企んでいるのか、謎めいた印象だ。そして、鮮やかにペンキが飛び散った後と、愛する息子は、殺人犯か、被害者か。というコピーが、まだ誰も知らない、サスペンスの幕開けを、感じさせるものとなっている。映画、のぞみは10月全国公開。